松潤さん、牧瀬里穂ちゃんですか。私もね、シンデレラエクスプレスの CM 何度も見て、当時はね、よく意味が分かりませんでした。なんせね、新幹線が身近な存在じゃなかったですからね、私みたいな田舎は。これ何が起きてるんだろうと思いましたね。で、大学に入ってから新幹線を多少使うようになって、あ、なるほどと、遠距離恋愛っていいもんだなと、憧れたなと思いましたね。まあでも実際遠距離恋愛も私はなくて、近距離恋愛ばかりでございました。まあ心は遠距離だったのかもしれないですけどね心が離れるばかりでね。で、今回何が言いたいかというと、牧瀬里穂さんってあの当時の CM で見たっきり、だから18歳ぐらいの姿を見たっきり、私全然ね、存在を忘れてましたんで、あの時のイメージのままなんですよ。確かに50歳になってますね。いや、あのね、菊池桃子ちゃんは当時のまんま今ね、50歳過ぎても可愛らしいと思うんですよ。それから私がおばさんになってもね、森高千里さんでしたっけ、本当におばさんになっても、いやいや、まだおばさんじゃないよみたいなね、そんな姿ですよね。やっぱりね、美しく若く年を取っていくってこともできるんだなというふうに思いまして、牧瀬里穂さんもそんな感じなんじゃないかなと思いますね。これね、最近ね、芸能人に限らずなんですけども、一般の方でも若い方がすごく増えたと思うんですよ。まあ人生100年時代っていうふうに言われてますけども、まだ100年ではないと思いますけど、まあ100年時代としましょう。そうすると数十年前は人生60年ぐらいと言われてました。還暦っていうのはすごくおめでたいことだと言われて、2人に1人は60歳までたどり着かないっていう、そういう時期も私ありましたよね。で、私が10代の頃には、日本人は40歳が寿命だよっていうね、40歳寿命説みたいな本まで出てきてベストセラーになったというかね。だから30、40っていう年齢は結構な老け年なのかなと思ってたんですけども、実際自分がね、この年になってみたら48歳ですけども、私もね、ちょっとね、自意識過剰じゃないんですけども、48にしてはなんか他の48歳と並べてみると、俺若いなと思ったりするんですよ。これなんでかっていうと、やっぱりね、若くいようという意識とか、鏡を見る習慣とかに比例するんじゃないかなと。私は鏡はあんまり見ないんですけども、こうやってね、自撮りしてるんで毎日鏡を見てるようなもんですよね。さすがに頭が爆発したりとか、着るもんがね、適当だとかっていうのはあんまりやんないようにしてるんですよ。そうなってくると、なるべく、まあ若くとは言わないんですけども、年寄りみたいな格好は避けようと思ってるんですよね。まあでも和服だからね、普段年を取ってみりそうですね。でもねうん、まあでも本当に意識一つで若く居続けることってできるんだろうなって気がしますね。で、今回はだから若く年が取っていく秘訣みたいな感じでね、牧瀬里穂さんに学ぶ、なんか青春50歳にしましょうかね。そんな感じで昭和40年代生まれ、いつまでも青春を忘れずにシンデレラエクスプレスで行きたいですね。それではまた動画楽しみにします。松潤さん、ありがとうございます。